皆さんに一つだけお願いをしておきたいと思います。今日の話は本当はね20分ぐらいあるんですね。それをこう縮めて縮めてまいりましたので、面白いところはもうほとんど省いております。ということで、皆さんね面白くなくても、まあ、お一人様2回、まあ、できる方は3回ね笑っていただきますとちょうどいいかなと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。今日のお話ですが、昔からねなくて七癖なんてことを申しますが、人間誰しも癖がございます。長屋に住んでおります男2人おりまして、1人は酒が大好きでございまして、飲める飲めると口を開くと飲めるが口癖でございます。もう1人は、まあ、神経質といいますか口を開くともつまらんつまらんつまらんばっかり申します。ノベルの男が言うたら1円の罰金を取ろうと、賭けを思いつきまして癖の直し合いをしようと言い始めまして、ほな何かいなえ、わしがつまらんちゅうたらお前に1円払うの、そんなせっしょうな、よしやけどわしがノベルちゅうたらお前に1円払うのね、そんなお前それで癖が直ったらこんなええことないやないかな、まあまあちょっと決めよう決めようなこの湯飲み割ってな、いやいやちょっと待ちいな、あ割ってまいやろ、それお前数そろさんねんかな、そんなもんこないして少し疑って決められるやろ、まあ割ってまいやろってもうほんまにもうすま50銭言うてないかな、半分言うたかな、それ半分言うたかって半分払うってそんなん聞いてないかな、もう帰れ帰れ、もう明日から明日から、ああ押した、もうちょっとやったのにな、せやけどわしから言い出したさかいな、こうなんとか先を取りたいな、せやちょっと陣兵衛のとこに行って聞いてみたらええ方法ないか、ノベルの男、町内の生き字引なんて呼ばれております陣兵衛のところへ知恵を借りに参りまして、さあ明くる日でございます、よし昨日な陣兵衛のとこに行ってええこと聞いてきたさかい、今日は絶対あいつにつまらんって言わしたんねん。おい、いてるかい、なんや、また来たんかいな、今日はどないしてんの、いや、ちょっと実はお前に相談があって、相談、あのな、田舎の親戚から大根100本送ってきてな、ほんで、あのいっぺんに食い切らへんさかいな、漬物にしよう思って家の中探してんけどな、二頭だる一つしかないねんな、二頭だる一つに大根100本詰まろかな、何言うてんねんお前、大根100本って言ったらお前細い大根でも相当な数やで、そんなもんお前二頭だる一つにはつ入りきらん、無理に押し込んだらそこが抜ける、田舎のもえもえ言わそう思ってかかってるやろ、もうこっち気ぃついたん、あんな今日はお前の相手してる時間ないねん、ちょっとあの羽織出してんか、何や羽織来てどこ行くねん、あうちな兄貴とこ家増築しててその祝いと呼ばれてんねん、兄貴とこ増築祝いいっぱい飲めるから出せえ、今言うたかな、出せああやないねん、もうあの羽織いらん直しといて、なんで羽織いらんねん、嘘や嘘や、お前に言わそう思って嘘ついてん、まあそんなアホなことあるやろか、お前甚兵衛はん甚兵衛はん、ノベルの男諦めきれずにまた甚兵衛はんのところで相談に行きまして、さあまた明くる日でございます、よし今日は絶対言わせたんねん、あいつ将棋好きやさかいな、昨日甚兵衛はんに絶対できへん詰め将棋聞いてくださった、ちょっとあれをこれを考えさせてたんで今日はうちであいつが来てなやらせね、将棋盤出してよし準備しとこう、真ん中に王さん置いてな、あいつ早けへんかな、おい風呂行こうか、来てあちょっと今考え事しててな、考え事なんや、将棋盤出たんやないか、いや実はな昨日甚兵衛はんにちょっと詰将棋教えてもらってな、それをちょっと考えてんねん、詰将棋そんなもんお前らの腕でできへんでけん、ちょっとわしにやらしてみ、うーんこれら変わったあるな、王さんが裸で真ん中におって何角と金と風が3つ、あちょっといっぺんやってみだろう、
安心したさがいな、お前に2円や